川美希です。今日はね、かなり狙ってる、そしてもう買ったよって方も多いと思うシンセブの新しいコスメをレビューしていきたいと思います。私前にお気に入り動画でこのチークをね紹介して、これもね全色買ったんですけど、この時はちょっと乗り遅れちゃって割と買うのが遅かったから、なんかこれでねレビュー動画とかしなかったんですよ。で次はハイライトとリップグロスが発売されるということで、これは絶対に発売日に買いに行こうって思ってずっと狙ってたんですね。でずっと3月10日発売って聞いてたんですけど、2月の20日からなんか先行発売みたいな感じでバラエティショップで手に入るっていう情報を手に入れて、で実際に20日に私いろんなとこ探しに行ったんですよ。で見つけられなくて結局その日ゲットできなかったんですけど、ありがたいことにね工事本舗さんからプレゼントでいただきまして、ありがとうございます。無事にゲットすることができました。もう本当に絶対手に入れようと思って、もうその日手に入らなかったから今度 Amazon で10日にね届くように予約もしてたんですよ。本当にありがとうございます。プロデュースが AAA のイガリーさんというわけで、監修の猪狩忍さんの私大ファンでして、こういう本とかもね毎回買わせてもらってます普通にただのファンなんですけど、早速使っていこうかなと思います。まずはハイライト。ハイライト1番はちょっとベージュっぽいのと白いので、色が蜂蜜と真珠、ナンバーワンの綺麗って色ですね。でナンバーツーが可憐、色の名前が桜と真珠です。両方真珠は入ってて、この上のね色がついてる方が違うっていうものになってます。ちょっと動画撮る前までメイクしてたんですけど、新作試したいなと思って一回メイクを落として、で今はアイメイクと、あと肌のファンデーションを塗ってあるっていう状態です。だからリップは何もしてません。では早速試していきます。でこうやって開けるとね、もうすごいマップ、地図ですよ地図ハイライトをどこにどう塗ったらいいかっていうのがねこれで全部書かれてます。薬指を使ってポンポンとやるんですね。あ、なるほど。真珠はねなんか白いけど、別にキラキラとかはラメラメした感じは入ってなくって、結構サラサラした感じです。で蜂蜜の方は結構肌なじみがいい色だなと思って、パッと見ちょっとベージュっぽいんですけど、もしかしたらちょっとハイライトでいつも白くなりすぎちゃって人とか、この蜂蜜だったらすごいなじみがいいから使いやすいんじゃないかな。ちょっと動画だと分かりづらそうなんだけど顔にも塗ってみます。こっちが1番でこっちが2番ね。混ぜて使う時は蜂蜜色を取って、このまま真珠色取るのか。薬指を使ってこのマップの通りに塗ります。あ、両方塗っちゃったこっちを試したかったね。あと私の中で猪狩さんのメイクといえばここだなって、もういつもここにハイライト入れるんだよな。こう塗るとどうなるんだろう。ちょっとここを塗るとどう見えるかっていうのが書いてない謎のポイントですね。あのなんか普通にねこれパウダーみたいな感じで肌が綺麗に見えそう。で2番をここだけに、やっぱ動画じゃ分かりづらいかな。でも今自分で鏡に見てるとやっぱりポイントでこう光が当たってて綺麗に見える感じがします。ベージュがすごく使いやすいと思う。で次はカレンっていうピンクの方のセット使っていきます。ピンクの方も今手に塗ってみたけど、そんなにあすごいピンクだねって感じじゃないです。ちょっと柔らかい印象の白っぽい感じ。やっぱ若干ピンクだからこうふんわりと女の子らしいいい感じに仕上がりそうだなと思います。でちょっとこっち側塗ってみますね。ちゃんと指をきれいにしながらやんなきゃ混ざっちゃう。でちなみにこれにはねなんか2種類の塗り方が書いてあるんだけど、私どっちもねレッスン1のやり方を今やってみてます。これも混ぜるのか。薬指で桜色と真珠色を混ぜて、これもねこうやってここに広く塗って、あとさっきと全然違うとこ塗る。ここに塗ります。あとは目のここ、えなんか全然今私が塗ってるとこ今まで塗ったことないようなところに塗ってて面白いなんか本当にルールってないんだなって思っちゃう。で桜だけを今度ここちょっとメイクしちゃったけどね、この辺と顎の下。はい、というわけで両方塗ってみて、こっちが1番の綺麗、こっちが2番目の可憐の方なんだけど、まあ映像じゃちょっと分かりづらいよね今んとこ。両方塗ってみて思ったのが、こっちの1番の綺麗の方はちょっとかっこいい感じとか、本当に名前の通り綺麗め
な感じだったり、あとナチュラルっぽいのが好きかなって人はこれが合うのかなと思います。でこっちのピンクは本当にふんわりと可愛らしく女の子らしくしたいって方にはこっちの方がいいのかなと思いました。そして次がリップ、ジュワッと潤うぽってり唇発色リップグロスティント、1番が小豆、2番が紅紫、3番が赤だいだいです。本当に今っぽい3色ですよね。ちょっとこれだけ冬っぽいかな、こっちは春って感じがします。でこちらもね、かけるとこうやって中に使い方が書いてあります。でこれで見るとすっごく濃く見えるんだけど、こうやって出してみると透明感があるなって思いました。でちょっと指で塗るときみたいなこのカーブをイメージしたフロッキーチップになってるそうです。で1番のメイクテーマが哀愁ってことで、これもね塗り方2パターン書いてあるんですけど、レッスン1の方ちょっとやってみたいと思います。まず全体に塗ります。あ、1回のチップにつく量は結構少なめかもしれない。今半分塗って、あ、もう一回つけなきゃってなったから少なめで少しずつつける感じかな。でも発色はすごくいい。でテクスチャー的にはちょっとトロッとしていて柔らかすぎず、でも硬い感じではないかな。つけ心地は結構軽いです。パッケージだけ見た時は結構冬っぽい色かなって思ったけど、塗ってみるとそうでもなく、全然これからのシーズンにも使えそうだなと思いました。で次2番の紅紫、メイクテーマが恋愛です。塗り方がめっちゃ面白いこと書いてある。グビグビッと3回ハートを書く。グビグビッといくぞこんな雑でいいのかな。え、難しい、どうすればいいんだ。なんかこの絵だと真ん中ハート3回描いて、この今のハートでつかないところは透け感って書いてあるんだけど届かないどうすればいいんだ。指でペペとか、あ、もう今指で触ってみたけど、こうペタペタって唇に密着しているんだなっていうのが感じる。結構サラサラ系のだとポロンって落ちちゃうのもあるじゃないか。でもこれはなんか靴交換がすごいです。はい、塗ってみたらこんな感じの色でした。うん、すっごく可愛い色。そして最後3番が、色の名前が赤だいだい、メイクテーマが夢中です。でこれの塗り方、レッスン1が全体に2度塗り。あ、すごい鮮やか。はい、塗れました。さっきの2つがピンク系だったので、これ最初塗った時おーオレンジだって思ったけど、こう塗ってるうちになんかすごく馴染んだなと思いました。最近なんとなくいろんな雑誌とかウェブとか見てると、オレンジ系のメイクがまた流行るよみたいなのが書いてあったりして、ちょっとオレンジ系も気になってるので、オレンジ系のメイクするとき使っていこうかなと思います。というわけでリップも3色試してみました。私が好きなのはこの紅紫かな。これだと服装とかもそんなに選ばなそうだし、すごく私好みのね可愛らしい感じのピンクが出たので、これねすごい春使いたいなって思いました。はい、というわけで新発売のハイライトとリップ使ってみました。あと私的に欲しいなって思ったのが、このパンフレットとかもいただいたんですけど、今回の新しいハイライトとリップと、あと前回出てたこのチークたちの組み合わせが何がいいのかっていうのを知りたかったなと思いました。今回のには載ってなかったので、まあ、自分で研究していかないとなぁと思うんですけど、もしねこのシリーズ持ってる方でこれとこれの組み合わせがすごく良かったとかあったら、ぜひコメントの方で教えてください。今日すごい久しぶりに新作コスメのレビューとかやったなぁって思ったんですけど、春ねいろんなコスメが出てきてすごく私も気になってるので、皆さんが使って良かったとかこれが気になるなっていうコスメあったら、ぜひコメントの方で教えてください。この動画が参考になったよって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして YouTube には字幕作成機能というのがあるので、こちらもぜひご協力をお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。